ランダウ包囲戦はスペイン継承戦争中の1702年6月16日から9月12日まで行われたバーデンバーデン編共迫、ルートビヒビルヘルム率いる新生ローマ帝国軍によるランダウの包囲。メラク伯爵率いる守備軍は激しく抵抗したが3ヶ月耐えた後に降伏した戦争の初期である1701年では主にイタリア北部で戦闘が起こったが翌年には プファルツ選定高領での戦闘が起こった。ルートビヒビルヘルム率いる帝国軍はシュパイヤーでライン川を渡り、続いて南進してランダウを包囲した。ニコラ・カティナ率いるフランス軍は優勢な敵軍に挑まず、大砲、爆弾と不評による攻撃でランダウの守備が徐々に弱くなっているのを透明に眺めるだけに留まった。 メラクは重要な防御陣地を失うと、降伏することを余儀なくされた。しかしバイエルン選定公領がフランスに味方したため、気色が悪くなったバーデン・バーデン編強迫は撤退した。次の戦闘は1702年10月14日のフリートリンゲンの戦いとなった。もともと帝国都市だったランダウは1648年のベスト・ファーレン条約により、フランス王国に割譲された。 フランスの技術商工セバスティアン・ル・プレストルド・ボーバンの指導により、ランダウの防御工事は1688年春から3年間にわたって再建された。1689年の大火により、ランダウ市の4分の3が燃え落ちたため、同じく技術商工のジャック・タラードにより、市街地も一から設計された。1700年、タラードは、ランダウの北西にある山に、官報を建て、 防御をさらに増強した。くばいひががランダウを南北に分けた。ランダウの要塞は八角型であり、八つの角にそれぞれ確保があり、また要塞の周りには堀がある。堀の水門がよく設計されているため、守備軍は堀の水深を変えることができる。フラックと呼ばれる流れの速い水道に阻まれているため、要塞の外周の3分の2からの襲撃は不可能である。 フラックにかけてある橋がランダウとカンホをつなげている。スペイン継承戦争の戦闘は1701年にイタリアで始まり、プリンツオイゲン率いる帝国軍は巧妙な攻軍で、フランス元帥、ニコラ・カティナ率いる大軍に勝利した。デバナをくじかれたカティナはすぐアルザスの守備に回された。1701年9月7日、フランス王国の侵攻を止めるための大同盟が結成された。 大同盟の参加国は新生ローマ帝国、イングランド王国、ネーデルラント連邦共和国、ブランデンブルク編境白領、プファルツ選帝公領,領やドイツ諸公のほとんどである。フランスの同盟国は、サボイア公国、ケルン選帝公領、マントバ公国だった。1702年発、バーデン・バーデン編境白、ルートビヒビルヘルムは、シュバーベン、フランケン、オーバーライン、 ニーダーライン・ベスト・ファーレン帝国クライス、プファルツ戦帝国領の帝国軍の指揮権を与えられた。4月、辺境白は、シュパイアー近くでライン川西岸に渡り、続いて、南に転じた。帝国軍は、バイセンブルクとラウテルブルクを占領すると、ランダウに進軍した。プファルツ軍は、ルシュタットに軍営を設け、一方、ライ人間伯爵率いる、軍勢2000は、 ゲルマースハイムを保持した。フリー戦白爵は初め東岸のラシタットにいたが、4月22日に、とかして、辺境白と合流した。24日、辺境白は要塞を偵察した後、乱言カンデルで防御陣地を築いた。戦線布告は5月15日に行われたが、新生ローマ帝国が正式に戦争状態に入るのは10月6日のことだった。 6月18日、辺境博は、ライン川流域の全軍の指揮官に任命された。バーデン・バーデン辺境博の軍勢は、不評41個、大体25,900人と騎兵71個、大体1920人だった。帝国軍が、辺境博の軍勢の大部分を占め、不評11個、大体8,400人不評連隊から4個大体。 チュンゲン不評連隊から2個大隊、バーデン、バイロイト、フィルステンベルク、オスナブデュック、ザルム不評連隊から1個大隊ずつと、騎兵48個、大隊8000人、クサーニ、ダルムシタット、グロンスフェルト、フォーエンツォレルン、ハノーファー、ザンテ強硬騎兵連隊及び、シュテルム流騎兵連隊からの6個大隊ずつ、だった。その次に多いのが、 プファルツ選定考領の不評4800人連隊の1個、大体、イーゼルバッフリューベック、ザクセンイコールマイ人間連隊の2個大隊ずつと、騎兵800人とホフキルヒエン、強行騎兵連隊からの3個大隊ずつ、だった。バーデン・バーデン編強白、ルートビヒビルヘルム・ビュルツブルグの派遣軍は、不評3000人不評連隊の3個大隊と不服 不評連隊の2個大隊と、騎兵800人竜騎兵連隊の4個大隊で、シュバーベン軍は、不評3500人、フュルステンベルクメスキルヒ、フュルステンベルクシュテューリング、ライシャフ派不評連隊から1個大隊ずつと、騎兵240人竜騎兵連隊の2個大隊、だった。オーバーラインクライスの軍勢は、不評2400人とナッサウバイルブルク、 不評連隊から二個大隊ずつと、騎兵360人竜騎兵連隊の三個大隊、だった。マインツ選定綱領の軍勢は、不評2400人とシュラッテンバフ派不評連隊から二個大隊ずつ、と、騎兵360人竜騎兵連隊の三個大隊、だった。他にも、フランケン不評が1400人をリトシュネーベリン、不評連隊から一個大隊ずつ、アンズパフ派、 ベッティンガー、ビュルテンベルクコの駅兵連隊からの1個大隊ずつもいた。上記のリストは全ての帝国軍を含むわけではなかった。包囲軍をフランス軍の襲撃から防ぐべく、辺境白は、不評10個大隊と騎兵15個大隊をブランデンブルクバイロイト辺境白クリスティアン・エルンストに委ねてラウテル側に派遣、ラシュタットには、 不評7個大隊と、騎兵12個大隊を配置。オーバーラインには、不評7個大隊と、騎兵8個大隊を配置した。辺境白の軍勢は6月までに、不評32000と、騎兵14000にまでなった。帝国軍の召喚には、辺境白と共に、スラン仮面の戦いを戦ったハンスカール・フォン・トゥンゲン、ザクセンイコール・マイ人間公、ベルンハルト一世、ビュルテンベルク公、 カール・アレクサンダー、ナッサウ・バイルブルク・ハク・ヨハン・エルンスト、フランツ・セバスティアン・フォン・テュルハイム、マクシミリアン・カール・アルブレヒト・フォンレイ・レイ・コール・ベルト・ハイム、イイコール・ロシェなどがいた。帝国軍の大軍に直面した、カティナ・ゲンスイのフランス軍は交代したが、ランダウには、王立砲兵隊の二個大隊を援軍として残した。ランダウの守備軍は72歳のメラク伯爵・ハクシャク。 エゼケールという間引きる不評4095と、騎兵240だった。メラクは、当時1688年のプファルツ略奪での野蛮な破壊により、割る高かった。メラクの軍勢は、宝手のほか、熱帯クール不評連隊の2個大隊、サッレ、ブルボン、ソワソネーズ不評連隊からの1個大隊ずつ、フォルサック騎兵連隊と、メラク自由中隊からの2個大隊ずつもいた。 自由中隊は敵軍からの脱走者で構成されていた。メラクの副官はレスペロー巡将で、不評の指揮官はダミニー巡将、砲兵の指揮官はデュ・ブロイ、砲兵の指揮官はビラール、官補の指揮官はコロー・ム・中佐だった。要塞が包囲された後、休暇中の士官たちは包囲をくぐり抜けて要塞内の部隊と合流しようとした。五月十八日、 ゲスケ巡将と熱帯クール大佐は、縄文のすぐ外で、プファルツ騎兵に捕らえられた。一方、ダミニーは平民に変装して6月16日に入場した。熱帯クールが捕虜になったため、熱帯クール連隊は、ゴルネー大佐が指揮した。ランダウ方位戦を描いているタペストリー。1702年6月15日、編境博は、ランゲンカンデルの軍営を出て、 ランダウ近郊まで軍を進めた。彼は軍を6つの軍営に散開させ、アルツハイム日本部を置いた。包囲は6月16日に始まり、3つの攻撃が計画された。まず、本丸となる難問への攻撃は、辺境博自らが指揮した。ナッサウバイルブルク博とライニンゲム博は、プファルツ軍を率いて、回避川の土塁への陽動攻撃を行い、テュンゲムは、 艦砲を攻撃した。フランス軍は弾薬がふんだんにあったため包囲軍に猛攻。包囲軍も残豪にいる兵士に重機兵から提供されたヘルメットと胸当てを与えた。メラク白爵エゼケール・デューマは1688年のプファルツ略奪での野蛮な破壊により割るの高かった。包囲の初期、包囲軍は工場法を所有していなかった。そのため、軍がいた台には、 野戦砲が配備されたが、それは砲撃しても城壁にほとんど損害を与えられない代物だった。レーベンシュタインが交渉を行った後、工場砲がアウクスブルク、フランクフルト、ニュルンベルク、ウルムから提供された。また火薬はハーナウとダルムシュタットから提供された。ハルブカルトハウネン法42門、フィアテルカルトハウネン法2門。 9砲13門を輸送していた部隊が6月21日に到着した。辺境白は熟練砲手20名をプファルツから22名をボヘミアから招兵した後7月2日にランダウンへの砲撃を開始した。7日にはボヘミア砲手60名が到着、その一部が9日に大砲8門を配備した新しい砲台に配置された。砲位軍は最終的には 9砲46門と大砲114門を使用した。フランス軍は夜に紛れて、ソーティを派遣、包囲号を破壊しようとした。メラクは、ソーティ襲撃のいくつかを自ら引いた。ロベーラというフランスの工兵は、包囲軍に紛れることに成功したが、やがて露見して7月8日に捕らえられた。二つ目の平行号は6月21日に、三つ目は7月16日に、 掘られた。メラクは7月26日に堀を浸水させた。3つの平行号は8月2日に完成して繋がった。この時点で城壁に損害が見られるようになり、さらに外保が一つまた一つと陥落した。そのため、フランスは外保に埋められた地雷に頼り、撤退直前に導火線に火をつけることで、包囲軍を死傷させようとした。包囲軍もそのような損害を防ぐべく、 逆地雷を付設した。ヨーゼフ大公、1700年頃ヨーゼフ大公は7月26日に、停心250人を連れて、ランダウに到着した。彼は、名目的に指揮を取ったが、実際の指揮は、返京迫が取り続けた。その2日後、帝国軍が、ヨーゼフ一世のために、官兵指揮を行っている最中、狙く若きが率いる救援軍が向かってきていると、 勘違いして、包囲軍の教習に備えるよう命じた。実際の出来事が分かると、メラクは激怒して、帝国軍に死者を送り、ヨーゼフの本部に砲撃したいのでその位置を教えるよう求めた。ヨーゼフの本部は、要塞の射程外にあり、メラクには、フランス軍がその責務を果たすべきと返信した。ヨーゼフは包囲戦を順備大砲を承準した。 ヨーゼフが砲仕と話している時に砲仕が胸を銃撃される出来事も起こった。南からランダウへの攻撃、北西からカンホへの攻撃を示す地図。海避側はランダウの西から東へと流れる。包囲軍は8月初までに外壁の野来から30ペースのところまで近づいた。8月6日の午後11時、爆弾が爆発して外壁に穴を開けた。テュールハイム。 ヘルベルシュタイン伯爵、ソワソン伯爵はすぐに激しい嵐の最中、強襲渋滞を指揮した。守備軍も激しく抵抗したが、包囲軍は足場を確保した。同じ頃には、デュンゲンの軍の内ブランデンブルクアンスバッハ編脅迫、ゲオルクフリードリヒニセイトフィルステンベルクシュトゥーリンゲン、伯爵プロスペルフェルディナントフィリップ率いる部隊が、官補に強襲、外壁に足場を確保した。 帝国軍は士官10人と兵士500人の損害を受け、フランス軍もほぼ同じ損害を負った。また8月16日にはソアソン伯爵が砲弾に撃たれて戦死した。フランスの中流軍は砲弾とマスケット銃弾が不足し始めた。その達しとして窓の鉛を外して銃弾を作った。パンを作るための小麦粉はふんだんにあったが、それ以外の食料が不足した。 メラクは兵士に支払いをするために自分の銀の皿を溶かした。この時点では900人が戦死800人が病院におり、残りの兵士は1800人だけだった。フランス王類14世や他の将軍はカティナにランダウを救援するよう促したが、カティナは兵員不足を理由に断った。カティナからの救援がないとの知らせはメラクに届けられた。 王位軍は8月30日に要塞の前の坂に砲台を設置、大砲35門と9砲23門が配備された。すぐに砲撃が開始され、9月8日にはラブリンに穴が開いた。この時点では、官補が瓦礫の山と化しており、メラクは中流軍800しかいなかった。官補には強襲を耐える力などないと考え、官補の放棄を決定した。 韓保は9月5日までに120人を残して放棄されたが、包囲軍はそれに気づかず、用心深く準備してから9月8日に、韓保の下で爆弾を爆発させ、直後に強襲を行った。韓保の守備軍は戦車の後、爆弾を爆発させて、大砲2門の砲撃を援護に、要塞へと撤退した。強襲部隊は多大な損害を出した。9月9日、メラクは、作戦会議を開き、 要塞の降伏を決定した。同日の正午、メラクは白旗を挙げ、デュブロイを交渉役として派遣した。10日、返京白とメラクは、メラクの守備を称えた、降伏文書に署名、守備軍は栄誉を持って、ランダウから退去、フランス軍との合流を許されたほか、自身の武器、氷、9砲2門6ポンド砲1門12ポンド砲1門24ポンド砲2門を、 持ち去ることも許された。9月12日、フランス軍は、不評1個大隊と、騎兵300人に護送されて去った。帝国軍は、要塞の占領の他には、大砲46門と、旧砲19門しか回収できず、残りはすべて破壊されている。フリー戦白爵率いる6個大隊がランダウに、駐留することとなり、ヨーゼフ大公夫婦は9月17日に、 ランダウを観覧した後、ウィーンへと戻った。ランダウの住民は包囲戦で大いに苦しみ、多くの家屋が破壊されたほか、商人たちが補給を提供した見返りの代金が支払われることはなかった。9月、バイエルン選定公領がフランスの同盟国として参戦、ウルムを占領した。バーデン・バーデン辺境博はそれまでアルザスを征服しようとしたが、 彼は代わりにライン川東岸に渡って、南ドイツの諸侯を守った。カティナは、クロードルイエクトルド・ビラールに、小さな軍勢の指揮を渡してライン川東岸に送り出し、ビラールは1702年10月14日のフリートリンゲンの戦いで、辺境伯を破った。1703年、ザームエル・オッペンハイマーの破産と財政の不始末により、帝国軍の状況が大きく悪化。 バーデン・バーデン編脅迫は、自軍の兵士への支払いが耐っていることへの不満を漏らしたがそれを解決することはできなかった。一方、ビラールの軍勢は、ブライス・ガウ地方から帝国軍を追い出し、ケール包囲戦も1703年3月9日に決着した。タラール公爵、カミー・ユドスタンが、モーゼル川を渡って、ビラールと合流したが、シュトルホーフェン戦で、 辺境白に阻まれて北上できなかったため、ビラールは代わりに投身して、バイエルン戦抵抗、マクシミリア2世イエマヌエルと合流した。辺境白が戦闘もせずに、バイセンブルク戦を放棄すると、タラールがランダウを奪回するための準備が整った。ありがとうございます。